とっても素早い判断は必要だから、それを私の元で鍛えたいんだ。うん、お願いします、アレット先生。先生かよしよし、そういうことなら任せなさい。このアレット先生がソフィーさんが一人前の商売人になるための教育を施してしんぜよ。商売人になりたいわけじゃないんだけど、まあとりあえず素早い判断云々を鍛えるより先に、まずは店員としての素質を見てからじゃないとね。そういうわけだから、次に来るお客さんの相手をしてもらおうかな。わかりました。なるほど。それでソフィーが店員を任されているのか。はい。それで今日は何をお求めですか？家事に使う金槌が古くなってきていてな。新しく頑丈なものが欲しかったんだ。だが今は手持ちがな。やはりもう少し安価なものにするべきか。ああ、それなら半額でいいですよ。は、半額だと。それなら十分足りるのだが、そんなに安くしてもらっていいのだろうか。心配しないでください。それにお客さんの笑顔が第一ですから。そうかならばありがたくいただくとしよう。本当に助かったぞソフィー。どうだった？さっきの値引き、いい判断だったと思わない？あの金槌の卸値価格と材料と品質を考えて、儲けが出るギリギリの金額を導き出したんだよ。うん、確かに儲けは出てるね。それじゃあ。けど容赦ない値引きで極限まで儲けを少なくする行いは商売人としては失格。破門じゃ、今すぐ出てけ。少なくても儲けは儲けなの？